こんにちは、眼科専門医の平松瑠衣です。目の病気についてお話ししていきたいと思います。斜視と弱視についてお話しします。斜視と弱視、斜視は目がまっすぐの状態でないことを言い、弱視は視力の成長が発達していない状態のことを言います。この2つは、斜視は形のこと、弱視はどのぐらい見えるかという機能、力のことを言うので、全く別の話になります。けれども、この2つは関連していることが多いです。ですから、眼科に行くと専門外来で斜視弱視外来といって、斜視と弱視を同時に扱うところがほとんどなわけです。で、斜視の場合は目のズレのことを言いますので、ナンプリズムというようにズレの度合いを数値で表記します。弱視の場合は視力、どのぐらい視力が出ているかということなので、視力は 0. いくつというような表記をします。ですから、斜視弱視外来に行っているんだけれども、斜視しかない人、斜視弱視外来に行っているんだけど、弱視しかない人、どっちともある人もいるわけで、自分がまたは自分のお子さんが、どっちに当てはまるのか、またどちらともなのか、そこをはっきりさせておくと、その後の治療方針が分かりやすくなります。